イギリス陸軍の編成では、イギリス陸軍の編成について触れる。地上部隊最高司令官によって指揮される、イギリス陸軍の最上級作戦司令部、急称ヘドクウォーターズ・ラントコマンド。吸収される予定だった、人事、訓練、法務、憲兵を担当する、陸軍副総幹部が、結局別組織として残ったため、名称以外に特に変更された機能、権限はない。 イギリス陸軍の定義でいう、配備可能な部隊、つまり再編成なしで即座に実戦投入可能な部隊は、基本的に野戦軍に所属する。野戦軍は、実戦部隊を管理する組織ではあるが、野戦軍司令部そのものが、作戦指揮を取ることはない。諸外国の予備役の一種にあたる、非常勤の国防義勇軍を中心として、相対的に、非戦闘的な部隊は、 地域軍に所属する。イギリス陸軍は、騎兵、不評、方兵等の陛下によって構成される。一家はその概略である。騎兵は、王室騎兵隊に所属する、この駅兵連隊及び、王立装甲軍団に所属する重騎兵連隊、軽騎兵連隊、王立戦車連隊によって構成される。陛下の名称自体は、騎兵となっているが、これは、 歴史的故障を現代に引き継いでいるだけであり、銃騎兵、軽騎兵といった区分を含めて実際上の意味は、ほとんどない。後述のこの駅兵を除いては、実際に乗馬を任務とすることはなく、戦車、装甲偵察、NBC 防護及びそれらの訓練を任務としている。イギリス陸軍の騎兵連隊は、本部4個程度の戦闘中隊及び、各種支援部隊で構成されており、 実質的には、大体編成である。この駅兵連隊に関しては、やや特殊な編成をとっており、王室機兵隊に所属する、管理上の2個連隊であるライフガーズと、ブルーズロイヤルズから、各々の,の2個中隊を抽出して、計4個中隊で構成する王室機兵連隊と、各1個中隊を抽出して、計2個中隊で構成する王室機兵乗馬連隊を再構成することとなっている。 わざわざ二個連隊から二個連隊を再構成せず、最初から一個連隊を議場任務に当て、残る一個連隊を戦闘任務に当てた方が、管理効率の観点からは明らかに効率的では、あるが、そうした場合どちらかの連隊の議場兵としての伝統が失われてしまうため、それを回避するため、このようなやや複雑な編成となっている。またこのことには、 女王エリザベス2世本人の直接の意向があったと言われている。なお、王室機兵隊は、格式の上では、王立装甲軍団と同格であるため、ライフガーズ連隊とブルーズロイヤルズ連隊は、形式上は、王立装甲軍団には所属しないこととなっている。ただし実質的には、ひとまとめのものとして扱われており、そのため通常は、王室機兵隊を呼び、 王立装甲軍団という形で併記される。またこの際は必ず王室機兵隊が王立装甲軍団よりも先に記述されることとなっている。現在の編成、編集湾岸戦争時、残豪で訓練中のスタッフォード社連隊第一、大隊 C 中隊の兵士たち不評は、この絵師団に所属する、この絵不評と、金。なお、ここでいう師団は主に新兵の募集や、 基礎訓練等に責任を負う管理組織であって、戦闘組織としての手段とは全く異なることに注意する必要がある。イギリス陸軍の不評連隊は、特殊部隊を除いては、連隊本部及び1個から最大5個の不評大隊によって構成される。特殊部隊以外の不評連隊は完全な管理部隊で、戦闘の指揮を行わない。そのため、不評大隊が、 旅団に組み込まれる場合は、連帯ではなく旅団の指揮を受けることとなる。なお、この F 表の5個連帯に関してはすべて連帯のもとに1個大替のみを、奥編成だが、クレナディアガーズ、コールドストリームガーズ、スコッツガーズの3個連帯に、関してはこの他に増強この A 中隊という通念で、基上任務を行う中隊を、各1個中隊保有している。 イギリス陸軍のこの F 票と戦列不票はアームズプロットシステムという独特の制度を採用しており、拡大隊は走行不票、機械化不票、K F 表、空中教習、パブリックデューティーの各任務を2年から6年の期間でローテーションすることとなっている。この制度は非効率であるためか、現在進行中の2008年を目ドとする陸軍の再編成が完了した後は、 制度自体が廃止され、各大隊は、ローテーションされない一貫した任務に就くこととなっている。現在の編成、編集イギリス不評連隊の母兵地域区分。砲兵は、王立砲兵連隊に所属する、王立騎馬砲兵の、各連隊、およびダイエック X 王立砲兵連隊と番号を付して、呼ばれるその他の砲兵連隊によって構成される。王立砲兵連隊は、 現役連隊のみでも16個連隊、非現役部隊を含めれば22個連隊もの部隊を抱える軍団規模の組織であるにもかかわらず、その名称は現在に至るまで相変わらず連隊のままである。イギリスの砲兵連隊は本部並びに3個から4個の射撃中隊及び各種支援部隊から構成されており、不評連隊のような代替組織を持たない。そのためその名称は、 連帯ではあるが、実質的には、代替規模の組織である。各連帯は、本土防衛、防空、全般支援、近接支援、近接支援、観測及び目標補足、訓練の各任務に当たっている。各連帯の任務は、不評代替とは異なり、固定されている。なお、王立基盤砲兵、国王中隊は、有事の際、本土防衛任務に就くが、平時は、 ほぼ完全な議場部隊であり、式典などで、QF13 ポンド砲を霊砲として撃つことを呼び、国葬の際、棺を乗せた台車を引くこと任務としている。また、何らかの理由で、前述の王室付き平常場連隊がロンドンに、不在の場合、その交代部隊として、騎兵として、議場任務に就くこともある。現在の編成、編集陸軍医療部国防義勇軍、テリトリエルアーミー、 ありがとうございます。